助けてください。現実を受け止められなくてどうすればいいか分かりません。現在40代の既婚者と約1年不倫している20代女です。この1年辛いことが多々あり、もう終わりにしようと思いながらも依存してしまい別れられないでいました。最初の頃は私も軽い気持ちで付き合っておりましたが、ある日とても酔っ払った彼は日々の生活の辛さ、奥さんと4年間ものレスだとか愚痴を泣きながらこぼしました。その日を境に私の中のスイッチが入ってしまい、感情が入った不倫を続けておりました。たださすがに1年も付き合っているので、彼が離婚する気がないのは言わなくても分かっています。そしてひょんなことから奥さんと子作りを始めたことを知ってしまいました。夫婦だったら当たり前のことだとわかるのですが、衝撃的すぎて頭からこびりついて離れません。家庭ではいいパパ、夫を演じ、そのストレスを私にぶつけられ、傷つき、それでも私は彼のことが好きなんです。でも彼に嘘ついてたとかで怒る感情もないのです。ただこの感情をどう処理すればいいのかわからないのです。自分が惨めでバカな女だということは重々承知しております。どんな言葉でも受け止められる元気が今はないので、今回は誹謗中傷はおやめいただけるとありがたいです。あなたがもったいない。ショックが大きすぎて辛い状態でも、あなたはなんとかいつもの自分になろうとして頑張ってるのが伝わりました。そんなあなたならこの恋愛の果てに綺麗に素晴らしい女性になっていると思います。この恋が終わってもあなたは終わりません。